山陽鉄道42山陽鉄道5950型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道員に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、山陽鉄道が、アメリカ合衆国のボールドウィン・ロコモティブワークス社から1895年に、輸入した近距離快速運転用機関車で、1906年の国有化により、間接鉄道に編入されたものである。 本校では本形式の改造により製作されたテンダー機関車5050 50型についても記述する。採用鉄道が兵庫姫時間で使用するためにボールドウィン車に発注した車軸配置2から4から2、2気筒端式の飽和式タンク機関車で重量が製造、輸入された。採用鉄道では10型とされた。メーカー規格では8から22時。 4C と称したが、その標準寸法とは大きく異なっていた。動輪径は 1524mm と大きく、軸距も 1676mm で、後に、日本鉄道がスケネクタディロコモティブワークス社から輸入した900型と、設計思想を一にしている。特徴的なのは運転室配部のタンコが独立して、設けられていることであったが、運転室後部には、 風よけが取り付けられていた。煙突は、高性のキャップ付きで、ボイラーの第二間道場には安全弁と機敵を併設した蒸気ドームがあり、その前後に2個の砂箱が設けられていた。煙室側部からは、支柱が伸びて、前端張りを支えている。川水槽は箱型であるが、上円部に大きな丸みが付けられている。形式図前日のように、本形式は、 兵庫姫時間で使用されたが、46が1899年に事故のため廃車となり、北越鉄道に譲渡されて、同社の E 型となった。その際、ボイラーは新造をされ、運転室とタンコも接続された。山陽鉄道では、自社の兵庫工場で五十のタンコと側水槽を取り外し、三軸編、ボギー式の淡水車を接続して、 テンダー機関車に改造した。同輪直径の大きい快速機関車として、長距離用への転用を目論んだものと思われる。旧の出入り口は窓なしの後半で覆われ、風よけもその後方へ移された。この改造により、同車は形式19とされたが、改版は行われなかった。1909年に施設鉄道国有化を受けて制定された、 鉄道院の車両称号規定では、旧山陽鉄道の41の45、47から49が950系、旧北越鉄道の15が950系、旧山陽鉄道の50が5050 50型に改められた。5050 50については、同年、高取工場でタンク式に復元されて950型に編入された。国有化後は、 北越鉄道引き継ぎの958が中部鉄道管理局で使われたが、間もなく両者のいる西部鉄道管理局に転じ、1910年代後半に港町に転じて上等線の軽量格列車県引用に使用された。その後、1931年から1935年にかけて廃車されたが、民間に払い下げられたもの、保存されたものはなかった。 ありがとうございます。